ると思います、はい。まあ、思い切って積極的に入りは棒下足でですね、両足で D 難度です、はい、これは D 難度ですね、はい。ですからそういうところでうまく構成とは攻めてきてるんですが、でも今一つこう波に乗り切れないっていう感じが伺われますね。まあ、今日はそういうこの第2グループでやってますのでね、はい、そういう中では厳しさはあると思うんですが、まあ、ここで我慢をしないと選手にはなれませんのでね、今までの努力をそのままこの頑張りを続けてほしいですね。さて画面は再び一般に戻りました。渡辺光明です。昨日までの規定では第6位につけています。6位ですがトップの外村までその差が 0.4 でした。跳馬です。男子の跳馬は1回しか許されません。日本大学から大和銀行に入りました。さあ新進の笠松ですか。男子の場合はあの跳馬の運動でですね、技にも初めからあの得点が掲示されています。はい、まあ、決断性が入っているわけですね、はい。ですから今のようなあの新進の笠松を飛びますと 9.6 万点、まあ、最高が D 難度なんですね。これは 9.6 万点になっています。それから 0.2 演技に対して自信に対して熟練性を加点してもらうわけですね。まあ、この状態ですと両手をつき得点から、はい、新進の体操でひねりが入りますね、はい。綺麗な伸身姿勢が見れます ね、 そうですね。ちょっと軸ずれと言いますかね、走ってくる方向から、はい、この画面では少し右にずれてますね、縦軸がずれてますけれどもね、はい、そういうところはあの限定の対象に少しなります。